皆さんこんにちは、ちーです。今日はちーがやっている心拍数を短時間で上げるヒットトレーニングという運動方法を紹介したいと思います。減量に最も効果があるそうです。私はモヤモヤしている時やイライラしている時、無駄なネガティブな考え事が止まらない時などに自分の体とつながり、今ここに意識が集中し、やった後は全てがリセットされて、ごちゃごちゃしていた頭も体もすっきり爽快になります。はい、それではご覧ください。どうぞ。それでは縄跳びエクササイズスタート。ラストです。ラストね。1分縄跳びを、1分の縄跳びを6セット。皆さんもやってください。やってみて、皆さんもやってみてください。それではさよなら。坂ダッシュ5分やります。